オーバーランド方面作戦、オーバーランド方面作戦、A、オーバーランドキャンペーン、または、ウィルダーニスキャンペーンは、南北戦争の1864年5月と6月に、バージニア州で行われた一連の戦闘である。北軍の総司令官、ユリシーズ・グラント中将は、ジョージ・ミード少将のポトマック軍や、その他の軍隊を指揮して、南軍将軍ロバート・イーリーの北バージニア軍に、 対する戦いを仕掛けた。グラントはこの方面作戦中、おびただしい損失と何度も戦術的な敗北を喫したが、リー軍をピーターズバーグで動きの取りにくい状態に追い込んだことで、戦略的には北軍の勝利と考えられている。1864年3月、グラントは西部戦線から呼び戻され、中将に昇進し、北軍全体の指揮を任された。 ポトマック軍の事実上の指揮官はミードのままだったが、グラントはその本部をポトマック軍と同じにすることを選んだ。西部戦線の軍隊の大半指揮はウィリアム・シャーマン少将に任せた。グラントは他方面からアメリカ連合国の中心部を叩く協調戦略を考案した。グラント、ミード及びベンジャミン・バトラーはリッチモンド近くでリー軍に対抗する。フランツ・シーゲルは シェナンド警告を抑えるシャーマンはジョージア州に進攻しジョセフ・ジョンストン軍を破ってアトランタを確保するジョージ・クルックとウィリアム・ワブレルはエストバージニア州の鉄道補給線に対する作戦を行うナサニエル・バンクスはアラバマ州モービルを占領するというものだった。これは北軍にとって多くの戦線にまたがる強調攻撃戦略を採用したことでは初めての機会だった。 これまでバージニア州で北軍が採用した方面作戦はアメリカ連合国の首都リッチモンドを主要目標としていたがこの時の目標はリー軍の破壊だった。グラントはミードに対してリーが行くところならどこでもあなたも行くのだと命令した。この方面作戦の開始時点でグラントの北軍全容は118,700名の兵士と316門の大砲だった。 ジョージ・ミード少将のポトマック軍と第九軍団5月24日まで公式にはオハイオ軍の一部ミードではなくグラントに直接指示を仰いだだった5個軍団が存在したリーの北バージニア軍は6万4千名の兵士と274門の大砲だった4個軍団に組織されたグラントは消耗戦を戦う準備をした精力的に勝る北軍が リー軍に出血を強いる戦闘だった。北軍も南軍も損失が大きいとして、北軍は失われた兵士や武器を補充するための大きな資源があった。グラントは戦力が大きかったにもかかわらず、人員に関する問題を抱えていた。前年のゲティスバーグの戦いで新勝したことに続き、第一軍団と第三軍団が解体され、暫定は他の軍団に再配置されて、それが 舞台の結束と指揮に影響した。また、敵の領域で攻勢をかけることについては、補給基地を守り、そこから戦場にいる軍隊まで伸びる、補給線を守る必要があった。さらに多くの兵士の3年間長兵期限が終わろうとしており、このような兵士は当然ながら危険な攻撃に参加することを嫌がった。グラントは、これらの問題に対処するために、ワシントン DC 周辺で、 重装砲兵大隊に勤務している兵士を不評連隊に割り付けて補充を行った。オーバーランド方面作戦は1864年5月4日にグラント軍がラピダン川を渡った時に始まった。グラントの目標はマインランの防御陣地に陣取っているリー軍をそこから引き出すかあるいはその側面を突くことで海戦を強いることだった。リーは その統率力を特徴づける大胆さで、グラントが望む通りに陣地から出てきたが、グラントが予測したよりも素早い行動をした。北軍は、荒野と呼ばれるその地域一帯を開いておくための十分な時間がなかった。荒野は、前年にチャンセラーズビルの戦いでも、戦場の一部となった、低木の藪や,や下映えが絡まった地域だった。D は、そこでの戦いを強いることで、 北軍の大砲の数の優位さを効果的に現実させた。オーバーランド方面作戦では次の戦闘が行われた。5月5日の朝、イーウェルの軍団が急速にオレンジターンパイクを駆け下り、ウォーレンの第五軍団と激しく衝突した時に、荒野の戦いは始まった。時間が経つにつれて、 さらに南のオレンジプランク道路沿いで AP ヒルの軍団がハンコックの第二軍団と遭遇して戦いは広がった。5月6日、ロングストリートの軍団が戦場に到着した。まず北軍の前進を止め、続いて側面攻撃を行って北軍を後退させ、ブロック道路の近くで防御的姿勢を取らせた。全体の混乱の中でロングストリートは 友軍の弾で負傷し、軍団式はリチャード・エチ・アンダーソンが取って代わった。5月7日、グラントは前任者たちがリー軍との戦闘後に北に撤退する習慣があったのとは異なり、部隊を南と東に送って、スポットシルバニア・コートハウスの十字路の方に移動させた。リー軍はグラントをその目標にして叩き、残酷戦に入った。2週間以上にわたる一連の戦いで、 グラントは南軍の戦線を叩き続け、その大半はミュール州と呼ばれる都市部に行われた。5月12日に行われたハンコックの第二軍団による、この戦線のブラッディアングルと呼ばれる場所への大規模攻撃は、後の第一次世界大戦で残酷に対する突破戦術として採用された。グラントは再度戦いを止めて、さらに南東に動いた。 ミード軍にあるシェリダンの騎兵軍団は、純粋に遮兵と偵察任務に使われていた。シェリダンは、ミードの頭越しに、グラントの了解を求め、別動隊として、スチュアートの騎兵軍団を追跡し、交戦する許可へた。両軍の騎兵隊が、リッチモンドのすぐ北にあるイエロータバンでぶつかり、スチュアートは、瀕死の重傷を負った。シェリダンの騎兵軍団が雨で膨れ上がった地下ホミニー、 川に架か,かる鉄道橋を渡ることを強行し、公兵が近くに道路橋を架けることを可能にし、騎兵は安全に逃げられるようになった。フィッツヒューリーの騎兵時代が、ウィルソン・サンにあった、北軍補給基地を攻撃し、エドワード・ワイルド准将が指揮する2個黒人連隊に撃退された。リーは、グラントの動きを妨害して、ノース・アンナ川の都市部の背後に陣取り、 グラント軍がそこを攻めるためには軍を分ける必要があるようにした。5月23日、昼軍団の一個師団が川を渡ってきた第五、軍団を襲い、流血は多いが決着はつかなかった。5月24日、北軍不評隊がオックスアサセで反撃されたが、南軍の右翼に進出した。リー軍にはグラント軍を各個撃破する機会があったが、 その仕掛けた罠を発動させるために必要なやり方で攻撃できなかった。おそらくは病気のためと考えられている。グラントはオールドコールドハーバーの方向に南東への移動を続けた。グレックの北軍騎兵士団がトーバート師団の支援を受けて進撃し、ポトマック軍がパマンキー川を渡りトトポトミークリークに移動する動きをカバーした。ベイドハンプトンの騎兵士団は ホーズショップの一マイル西にあるエノン教会で北軍と遭遇した。騎兵の大半は馬を降りて7時間に及ぶ、交戦後、北軍の前進が止められ、リーはグラント軍不評の動きについて貴重な情報を得た。リー軍はトトポトミークリークの背後に残壕を掘って入り、リッチモンド方向に接近するあらゆる道筋を抑えた。第二軍団は、 クリークと小を二カ所で強行し南軍の残豪戦で最初のものを占領した主力戦の前に前進は止まった。一方、第五軍団は北軍の最左翼にあるベセスラ境界近くに移動したが、アーリーの軍団に攻撃された。激しい交戦の後で北軍はシェーディグラブ道路まで後退した。トトポトミークリークの前線で両軍が手詰まりとなり、 北軍騎兵隊は、東と南を探り始めた。東バートの騎兵士団は、オールドチャーチ近くで、マシウシー・バトラーの旅団を攻撃して打ち破った。バトラーの騎兵は、オールドコールドハーバーに向かう道路を堅実に交代し、翌日シェリダンが重要な交差点を押さえる道を、開けてしまった。五月十一日、シェリダンの騎兵隊は、オールドコールドハーバーの重要な交差点を押さえ、 6月1日、南軍不評隊による攻撃を撃退した。リッチモンドとトトポトミークリークから南軍の遠平が到着した。6月1日の遅く、北軍第6軍団と第18軍団がコールドハーバーに到達し、南軍の工作物を攻撃して、いくらかの成功を収めた。6月2日までに両軍が戦場に退治し、 ベセスダ協会から地下ホミニー側に伸びる7マイルの前線を形成した。6月3日の夕暮れ時、第2および、第18軍団と後に、第9軍団も加わって、ベセスダ協会からコールドハーバーに至る戦線で攻撃し、全地点で徹底して打ち破られた。両軍はこの前線で6月12日まで向き合い、その後グラントは左翼側に動いてジェームズ側に至った。 シェリダンの騎兵隊は、南軍騎兵隊の攻撃を排除し、北軍全軍が、ジェームズ川に移動する道を開けるために、ルイザ軍で大規模の騎兵襲撃を観光し、バージニア中央鉄道を遮断するように脅かした。6月11日、シェリダンは、グレックとトーバートの騎兵士団と共に、ハンプトンとフィッツヒューの騎兵士団をトレビリアン、ステーションで攻撃した。シェリダンは、 南軍師団の間にくさびを打ち込み、混乱に陥れた。6月12日、戦いの数勢が逆転した。ハンプトン・とリーは騎兵を下馬させ、鉄道とゴードンスビルに向かう道路に沿って防御的な戦列を布せた。この守るに固い陣地から、幾度かの勝ち立ちになった騎兵の決死の攻撃を撃退した。シェリダンはバージニア中央鉄道を約6マイル破壊した後に交代した。 トレビリアンでの南軍の勝利のために、シェリダンはシャーロッツビルに到着できず、シェナンド渓谷でデイビッド・ハンターとの連携ができなかった。ハンプトンの騎兵隊がトレビリアンステーション襲撃から帰るシェリダンの騎兵隊を遮断しようとした。シェリダンはその保護下にあった長い補給主長隊を守るために遅延作戦を行い、その後にバミューダ・ハンドレッド方面作戦を遂行する。 北軍に合流した。オーバーランド方面作戦は、北軍が戦争に勝利するために必要な推進力であり、いくつかの戦闘で敗北した、特にコールドハーバーの戦いが顕著にもかかわらず、作戦自体は、北軍の戦略的勝利となった。リー軍と戦いながら、同時に決して逃しはせずに、クラントはリー軍を動きの取りにくい状態に追い込んだ。 この方面作戦全体は、アメリカ史の中でも、流血の多い作戦となった。北軍は5万5千名の損失、戦死7600名を出し、南軍は3万2600名の損失、戦死4200名を出した。この方面作戦全体の損失については資料により、推計値が異なる。過表は一般にある、様々な情報源の要約である。 グラントは当時、肉屋という評判を取った。グラントはリーよりも、容易に失われた兵士や、武器の補充ができるということを知っていたので、これが、グラントの戦略を形作った可能性がある。しかし、歴史家たちは、グラントがその軍隊の損失を顧みず、リー軍を叩くために無益な全面攻撃に、必要以上に人命を投入して、単にリー軍を損耗させるためだけに何度も攻撃を、 行わせたかというとについては同意していない。リー軍の損失は絶対数では少なかったが、全体に対する比率では高かったことは注目すべきである。グラントは5万5千名という損失を出し、これは過去にリー軍に対抗したどの全民北軍将軍の数よりも高かったが、過去3年間の損失を想定すればもっと大きな数字になったことも事実である。 オーバーランド方面作戦は、グラント軍がジェームズ川を渡り、リッチモンド・ピーターズバーグ方面作戦と呼ばれる、ピーターズバーグ包囲戦に入ったことで終わった。このことは、グランの戦略が変わったことを意味した。グラントは、リー軍と死友を決するような海戦に訴えることは、できないと悟り、その焦点を地理的かつ政治的な対象である、リッチモンドとピーターズバーグ領主に移した。 南方から漁師に物資を補給している鉄道を占領してしまえばリー軍は出てこざるを得なくなると考えられた。グラントは自分が考案した他方面の協調攻撃が失敗したことも認識した。唯一、シャーマンのみがアトランタに進攻し他の将軍たちは手詰まりになるか破れていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。